はい、いつもありがとうございます。休暇どうもガリオです。今日はね、関東の方雪が降ったりしてね、とっても大変だったみたいですが、まあ、名古屋も一日雨でね、寒くて、まあ本当に、まあでも明日20度とかになるのびっくりしたよね。こんな気温だと花粉症大丈夫っていうのが最近の挨拶なんですけど、なんかまあいいや、そんな話は今日はですね、やっぱ面倒くさいことっていうのはビジネスの機会があるなんて話をしたいと思うんですよ。これどんな展開なんだって感じなんですが、はい、まあFacebook とかでもね、割と影響力がある人が、まあ、この本紹介したりだとかされてますけど、はい、まあ、ロバルト・チャルディーニも有名ですよね。はい、影響力の引きから新たなステージにっていうことでね、はい、だけどこれもうさ、もうこんな小さな文字で、これ何ページあるのかっていうとね、なんか400ページちょっとぐらいあるんですよ。もう読もう読もうと思って1週間以上経過してるんですけど、1ページも読んでないっていうねまだこのスレッドも入ってるっていうでも何ていうの、皆さんご存知かもしれないし、過去にも紹介したと思うんですけど、この本をその要は A4 何ページかでまとめてね、要約して紹介してくれてるサービスってあるわけなんですよ。そりゃニーズあるよなと。一応ね、全く読まなかったら何書いてあるか分かんないじゃないですか。でもこの400何ページかを要約しといてくれればね、全部は分からなくても大筋が分かればですよ。で、興味や関心とか気になるところだけ読み返せばいいですよね。僕はその結構本の読み方っていつも話すんですけど、まあ、一番初めに、前書き読むんですよね。で、その後書き読んで、あと目次を見てで、その目次の中で気になってるところから読み始めるみたいな。で、もっと言うと速読できないんですけど、本読むのすごく早くて、大体なんか、まあ、これぐらいのページだったとしても大体こんな感じなんですよ。もうこんな、全然速読じゃなくて遅いですよね。遅いんですけども、大体こんな感じなんですよ。その目次からちょっと話がいきなり飛んじゃったんで、まあ、その目次から気になるところは読むんですけど、あとそうじゃないところっていうのはこの長きにしていて、でふーっとその気になったところがあると、まあ、そこ読んで分からなければ少し前も読んで、ふん、そうなんだみたいな。でもっと言うと、その本読んでる時ってまだこの本まで読み始めてないから綺麗なんだけど、もうその折ってたりだとか、その単語に線を引いてたりね、ペン引っ張ってたりだとか、もう例えばこういう読み込んでて何か気になったことは違うビジネス、ここからイメージした違うビジネスのことを落書きしてたりとかあ、そうだって、なんかアイデアの定義でこれと他のことを思い出すと、なんかここら辺に書いてるんだよね。でそうするともうこの本をこうやって読んどいて、でもね、じゃあそれ読み返すかっていうと、読み返さないことにこの前気づいたわけ。今本の整理しててあら恥ずかしいなと思ってさ、振ってみたらさ、もうすげえの書き込みとかで、あ、こんなこと考えると、そうそうこれやろうと思ってたんだよみたいなことがすごく多くて、だから逆に言うと、そのもう僕が本を送るので、その僕が読んだ本の中でね、なんか折りたたんでたり、なんか線が引かれたり、なんかいろいろ書かれてるやつだけをまとめてほしいなと思ってパーソナル化粧じゃないんだけど、で最近その結構そのいろんな調べ事、例えばこの業界について、その上位何十社かのね、あのニッチな業界なんですよ、社名と連絡先しか分かんないんで、まあ、ホームページ探してもらって、アクティブなのかそうじゃないなのか、でそこから分かる情報の中でいくつか、まあ、Excel にね、分かったことをまとめといてみたいなことをお願いすることがあるんですけど、やっぱりすげえ楽なの。いや、もうお願いして、あとはもう何時間かしたら上がってくるわけですよね。でそれを見ながら気になるところに関してもっとこれじゃ深掘りしてっていう。でこれってね、そのこの前ちょっとホリエモンの対談を読んでて、僕もすごく痛烈に感じてるのは、大きい会社を作りたいんだったら社員雇わなきゃいけないんだけど、基本僕はその社員を雇わないっていうスタンスをすごい大事にしていて、基本貸しとレバレッジ、協業はしますよ、コラボはしますよ、ジョイントベンチャーとかはしてるんですけど、今その小さな企業、これからの企業で人を雇うっていうのはリスクしかないから、今持ち着くやつもいっぱいいるしさ、本当にびっくりするよ。僕のクライアントの、まあ、上場企業のグループ会社のね、すごいお世話になってる担当者がちょっと1ヶ月後ぐらいご無沙汰で、どうしたのって言ったら、もう大変な問題に巻き込まれてるわけ。そのある問題社員がいて、でその問題社員が発覚したんだけど、辞めさせられないんだって。だけど、まあ、結構大きな問題になっちゃったわけ、メディアとかも使って。で会社も会社でこの子の過去をずっと調べてたらしいのよ。だから全てで労働問題を起こしてるわけ。もう確信犯なわけよ。もうこんなやつがうようよいるわけですよ。
うよいよちょっとなんか語弊あるな、そんな人ばっかりじゃないんで、まあ、だから、まあ、なんだかんだでそんな、なんていうの、社員をじゃあ雇わない、どうすればいいかというと、今はそれをその在宅だったりフリーで受けてくれる人たちってやっぱりいて、だから得意なんだよね。その例えばコードを読んで要約してくれるとか、何か調べ物をしてくれるとかで、例えばその検索スキルとか、そのなんかエクセルにね表をまとめて資料を作るみたいなことも僕より早いわけよ。であればさ、僕より価値があるわけだよね。僕が例えば仮に1時間、まあ、1000円の価値だったとするじゃない、なんか1時間労働して1000円もらったとするじゃない、僕よりできるんだから、あのその子に1000円以上のお金を払ってやってもらった方がいいよね。で逆にそれをもらってさ、それが来れば僕はそれを生かしてビジネスができるわけだけど、その何かをまとめたりだとか整理整頓したりっていうのはもう本当に僕1000円の価値もないと思うんだよマジで。特にその例えばその繰り返し作業とかさ、この前もあの A4 の三つ折りを300部ぐらい作らなきゃいけなかったんだよね。例えばさ、あの A4 が300枚あるじゃん、これ三つ折りにしてくださいって言われた時にどうやってやる？1枚ずつバカ丁寧にやる？それとも何枚か束ねてヒュヒュヒュってやる？人によってやり方って違うと思うんだけど、スピードが全然違うわけよ。で、やっぱり早く綺麗にできる人の方がいいよね。同じ作業をやらせたってさ、倍ぐらいの時間かかってるわけ。うん。だからまあ何が言いたいのか僕もだんだん分かんなくなってきたんだけど。でもなんかね、いろんな機会が本当にたくさんあるなと思ってて、面倒くさいとか嫌だな、これ誰かにやってほしいな、 でも一方それをやりたいなと思ってる人もいるっていうことをぜひ知ってほしいと思うんですよね。だからいくらでも機会は拾える。うん。もっと言うと頼むところがわからない。でも最近はちょっと見てほしいんだけど、後であの URL を貼っとくんでね、よく紹介されるココナラとかランサスとかじゃなくて、タイムチケットとかでもすげえの出てんのよ。マジか、こんなのも出てんのか。で、その元々のプラットフォームもどんどんカテゴリーを増やしてきていて、あ、こんなサービスもできるようになったんだ。逆に言うとこんな金額までね、ココナラなんかまさにそうだよね。びっくりしたよね。俺らの時なんて500円 でさらにオプションでも500円とか1000円とか、マスターになったって3000円ぐらいまでしかできなかったやつが今何十万とかできてるわけよ。そのプラットフォームもその成長していったり、他のプラットフォームに触発されたりだとかいろいろしているので、ちょっとなんかぼーっとしてると置いてかれちゃうっていうか。でも例えばこれもよ、常に気になっている最新のサービスを定期的にまとめて配信してくれるんであればすごい楽じゃないと思わない例えばどういうことかというと、僕はヤフオクがスタートした時からずっとやってて、前にも話したと思うけど、本当に一時期ヤフオクのおかげで飯食ってたってこともあるわけですよ、若い時だけど。今ヤフオクに出品も落札もやったことないのね。で ID はありますよ、アカウントもありますよ、なんか有料で毎月いくらか払ってますよ。だけどじゃあ今回その本もそうだし、あらゆるものを処分しようと思った時に、僕が写真撮ってさ、その出品してさ、それはここならでもいいんだけど、なんか写真撮ってうんぬんってやりたくねえのよ、そんなことだったらもうもう任せる。で、その売れたお金からその手数料とか引いて、もうあなた半分持ってってくれていいから、僕にその半分くれればいいから、もう分からすぎたらもう 30% 僕にくれてくれればいいから、もう勝手にやってくれよってやってくれるんだったら全然やってほしいなと思うわけですよ。だからそういう人もいるということで、だから裏を返せばその元でゼロ、仕入れゼロで手数料払ったって6割ぐらい利益になるわけですよね。うん。だからもっと本当にいろんな、あ、そうそう、結構紹介しようと思ったのは Facebook に上げたんですけど、今 SNS 映えってテレビとかでもね、メディアとかでもよく取り上げられてますよね。でそのあらゆるお店でなんかその SNS 映えするメニューを作ったりだとか、フォトスポットを作ったりとかしてるわけですよね。やりたいわけよ、そういうこと。でもじゃあ社内で SNS やっててすごい得意なやつがいたとしても、会社のためにやるのかって言ったらまた違う話じゃない。じゃあできる人がいればいいけど、できない人もいる。だもっと言うと、そこでプロの力を使えばいい、僕はすごくいいと思っていて、今日の話はどこに着地するかというと、そこにも機会はありますよと。片っ端からいろんなお店にオファーかけていって、SNS で入るようなメニュー作りませんかとか。でもっと言うと、そのフォトスポットもそうなんだけど、フレームあんじゃん、その Facebook だとかいろんな SNS のね、Instagram でも何でもいいんだけど、
で作れるかったら作れないわけで、それ売ってる会社もあるんだけど、そんな の, あのちょっとした制作会社だったらできるんだよね。うん、でそれはだから既存のもので売ってけっていうんじゃなくて、拾ってって自分で、まあ、そこに投げてもいいし自分でやってもいいし、なんかね、もっともっとみんないろんな機会があるから、そのそれで企業独立しろとか言うつもり全くなくて、勤めたまま仕事が終わってからでもいいし休みの時でもいいし、回ってみれば実はいろんな機会がある。うん、もう10分経ったからやめよう。ちょっとでも僕のねクライアントにはずっと言ってんだけど、不用品ビジネスは本当いいぞ、ってことも伝えたいんだけど、まあはい、ちょっとまあこのぐらいにしておいて、なんかね、最後まで見てくれてる人がいるかどうか分かんないんですけど、もし見てくれてる人がいたらなんか感想ください。なんかあっちこっち行ったり全然まとまってないこの動画をようやくレポートにしてくれて僕に提供してくれるんだったら僕買ってもいいなと思うんだよ。これずっと言ってんだけど、うちのブランドにも、もうなんか無数に上がってるさ YouTube のチャンネルも整理したいわけ。もう ID とパスワード渡すので、もうダメなやつはクローズしてってもらって、いいやつだけは逆に言うとそのチャンネル登録してる人とか指定した人しか見れないみたいな設定に変えてくれてさ、でしかもその動画をさ要約した資料を作ってくれたりさ、何かそこからワークだったりなんか作ってくれればさ、なんかすげえやってほしいんだよね、そういうことをって思ってる人いると思うんだけどね。なんかこの動画を見てくれてて、なんか持ちかけてくれればですね、全然僕乗りたいと思いますんで連絡ください。ということで、いつもありがとうございます。それではまた。